ああ、また会うたな。この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらうが。嫌です。私が約束したのは勝谷社長です。でも一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなよ。そもそも会長のやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんのや。この子に及んでも偽物捕まされた日には無駄骨もいいとこや。わかった。渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。いいやないか。どうせ来ないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。ん？なんやその顔は。まさか。まだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。の手紙はそんなかやな。いや、返して。これやな、間違いなさそうや。返して。よし、ほな行くで。ちょっと待った。秋山さん。ああもう走るとしんどいね。もうタバコやめるか。またお前か。一体何やねん。お前には関係ない話やろが。関係ならあるさ。ああ、俺にはパクさんから引き継いだ夢があるんだね。夢やと？はるかちゃんが日本ドームでコンサートをすることはパク社長にとっての夢だった。そしてその思いは俺が受け取った。その子の夢は俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう、親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザったらそんな教育もしてないのか。貴様、夢ってのは人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だから遥ちゃんの夢をお前たちに潰させるわけにはいかない。青臭いこと言いよって。この世界なんぼ夢見ても力のある者にはかなへん言うことを教えたるわ。おう、お前らこのガキいてもうたれ。
してる。はるかちゃん、俺たちに黙って解決しようとしたことは後でたっぷり説教してやる。だけどどの道俺も君を東京に連れて行くつもりだった。え、どうしてですか？さっき言っただろ、君は東京に行ってコンサートを成功させなきゃならない。それがパクさんの夢であり俺の夢であり君の夢だからだ。夢ってのは叶えなきゃならないもんなんだよ。はい。それに大阪にいてもまた近江連合に襲われ続けるだけだ。それよりは東上会の力がある神室町に行った方が安全だと思う。わかりました。よかった、納得してくれて。私も社長と約束したんです。コンサートの前の日、待ち合わせ場所に行って社長の代わりに旦那さんに会うって。でもこうなった今は社長が亡くなったこと、辛いけど伝えなきゃいけないし。そうか、よし、それじゃあすぐに向かおう。この新幹線に乗ったら東京で近江連合の奴らが待ってるかもしれない。タクシーで東京に行こう。はい。
会長、すんませんでした。どうして勝手に行動した？沢村遥とは俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると。ちゃいます。ただわしらも予防線張っておこう思て。だがその結果お前たちは秋山に敗れ、手紙を手に入れることもできなかった。まあお前も組のためを思ってやってくれたんだ。それを責める気はない。元はといえば俺が片木の仕事に手一杯で、極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いえ、そんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。芸能界で仕事してるとよ、顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは所詮ただの幻。中身がどうであれファンの目に映るのは外面だけ。だから俺はいつもアイドル志望のガキを審査するときは、人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで顔に怖さがにじみ出てなけりゃ、片木の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥はあの桐生一馬に育てられた少女。それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ？ビビって手紙を差し出してくれたか？違うよな。ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。つまりな、お前は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてなんぼだろうが、脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや。こうなったらどんな手を使ってでも手紙は奪い取る。俺たちも東京に行く。はい。それにしてもまさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに、目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長、真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。日本ドームでのコンサート終了後、お会いできること楽しみにしております。当日は一人で参上するので遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。
9回裏2アウト、ワイバーンズの代打は品田達夫です。東京都出身の22歳、4年間のファーム生活を経て今日一軍登録されたばかりのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席品田。いや、藤田監督随分思い切った采配ですね。そうですね、酒井選手に何かねアクシデントでもあったのか、もしくはこう延長を、ね、見越しての策なのか。なるほど。まあどちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあ、ここまでワイバーンズ打線を抑えているギガン澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心というところでしょうか。さあ1球目を投げた、左へ切れた、ファウル。澤田投手としてはここは長打は避けたいところですからね、はい、それに今日のカーブ切れいいですよ、自信があるんでしょう、さあ澤田2球目どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって投げた、またカーブうまくカットしましたね。ファウルファウルファウル、6球目もカットしました品田。カウントはツーナッシングのままです。いやー、品田選手いいですよ、すべて積極的に振りに行ってますよね、はい、なんとか澤田投手のカーブにね食らいついていこうという姿勢が見えますね。そうですね、ここまですべてカーブの澤田、一発を狙うバッターの心理を読んだ見事な配球と言っていいんでしょうか。まあでも品田選手も徐々にタイミングが合ってきましたよ、完全にカーブ狙いですね。7球目、打った、大きい大きい、伸びる伸びる、入った、ホームラン。うわ、行きましたね。いや、大きいホームラン、なんというドラマ。今日一軍に上がったばかりの品田、プロ初打席初ホームラン、しかもサヨナラですよ。カーブ連投の後のストレートですよ、普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田、品田達夫。聞こえたぞ。もうちょっと待ってよ、宇野さん。あ？あ、やっぱいるんじゃねえか。ドア開けろ、こら。そんなに怒んなくても、俺と宇野さんの仲じゃん。俺とお前の仲だ？俺はお前との腐れ縁をなんとか切りたくて仕方。俺は宇野さんとの縁を切りたくないの。なんだよ、どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。そうやってなんだかんだ言ってビタ一文返さねえつもりなんだろうが、今日という今日は絶対返してもらうからな。おい、開けろ、こら、開けろってば。お宅も切り取り、時間かかるならうちは出なそうか。ん、いや、そんな。な、どうしたの。じゃあ俺も手伝おうか。大丈夫です、もう帰るんで。
品田、出た方がいいぜ。本業さんだよ。おい、品田。えっ、高杉さん。いや、さっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや困るな、大家さんたら。今日振り込もうと思ってたのに。さっきの彼からも借りてんの。ダメじゃない、仇同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね。さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でももっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。品田、今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてます、覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ。翔さんだけどよ。こりゃ恥ずかしい。品田、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ。俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。まさか、今さらマグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが、社員不足でな。板金屋？そんなに稼げるんですか？おう、金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。おうおう。まずはそこの正社員になる。で、仕事はすごく簡単さ。金属と一緒に自分の夢をプレスして落とすんだよ。おうおう。え、社員になれば労災適用されて指一本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本、2本、3本。まあ完済しても鼻くそくらいほじれるだろう。いや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 、紹介はありがたいんですが、ほらほら、今日の夕方取材一件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんすよ。ほう、関心じゃねえか。でしょ、さすがに利息も返せないんじゃやばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんのよ。品田、あんまり玄人の金貸しなめてると出すとこ出すからな。出すってどちらに？俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぜ。やだな高杉さん、ご冗談を。冗談で済ませてほしけりゃさっさと仕事してこい。
どうも、夜遊びマガジンです。いらっしゃい。なに、たっちゃん、取材の時間過ぎて待っとるがね。いやい、もうあっちこっちの店からさ、うちを特集してくれたの、新人が入っただの、取材依頼殺到でさ。でも安心して、次の関東グラビアはミルクちゃんって俺決めてるから。俺がよ、ミルク、今日からしばらく店休むと。え？今日来てないの？なんで？知らんがね。店長でしょ？店の子のプライベートに首突っ込んどったら身が持たへんがね。女も40超えるといろいろあるんじゃねえのか？更年期障害とかよ。まずいよそれ、夜中に入稿しないと印刷間に合わないんだよ。まあたっちゃんプライベートでもよ、ミルクの常連だでさ、今さら体験取材しせんでも適当に書けるがね。ダメだよ、絶対ダメ。今日は何が何でもミルクちゃんに来てもらわないと。一応きっちり体験してから書かないと臨場感出ないからさ。プレー代経費で落とせるからって公私混同しんといて。こないだもミルクの特集組んだだろ。でも俺が言うのもなんだけど、あんな写真乗っけてまって問題に合うわけ？まあそれなんだけどね、こないだのミルクちゃん特集、編集部に大量のクレームが来ちゃってさ。そりゃそうだわ、若い頃の写真なんて使うから。今とどえりゃ違うしな。どうしてもミルクちゃんがこの写真使ってくれって言うからさ。ほんでも何年目の写真なんだこれ。相当前だろうね。あ、というわけで俺も編集長にこってり絞られて、今月は何が何でも現在の写真を撮って掲載しないとクビだって言われてんの。それに今日原稿料もらわないと俺の指がほとんどなくなって、ミクちゃんの太もも触れなくなるんだよ。わかったわかった、声出すなよ。繋いだるで自分で説得しや。もしもし、ミルクちゃん。あ、たっちゃん、ごめんね。どうしちゃったのさ。実はね、私の弟がね、久保田警備っていう警備会社に勤めとるんだけど。警備会社？美術品を運搬する警備中に高価なもの壊して、弁償金を払わんと怖い上司に殺されるかもしれんせんって。それは警察に話した方がいいんじゃない？彼の上司以前門下におったんだ。なんかあると決まって名古屋組に勝ち込みさせたら。名古屋組？警察に通報したら何さ。私心配だで。ごめんねたっちゃん。ちょっと待って、弟さんが今日取材受けてくれる？久保田警備、とりあえずミルクちゃんはいつもの出勤の。店長、久保田警備ってどこにあるか知ってる？確か一応通りにあるはずだ。こっちも首という。どうも、夜遊びマガジンです。何でしょうか？私風俗ライターをしてる品田というものでして。風俗リアター？こちらでミルクちゃんの弟さんが。ミルクちゃん？太ももクラブのミルク。本名はあれなんだっけ。とにかくね、
あなたたちが今監禁してる社員を解放してくださいよと。鳥山の件ならギャーブの人間には関係ねえことだ。場違いだ。うせな。こっちはその鳥山さんが無事に家に帰れればそれでいいんだ。迷惑をかけるつもりはない。鳥山さんに会わせてくれ。風俗リャーターさんよ、黙って言うこと聞いとかんと痛めじゃすまんくなるぞ。うお、怖っ。そのセリフ実話系の雑誌で覚えたの？おちょくっとんのか。俺ら全員とやり合おうってか。ええ度胸だや。手加減いらんわ。一気にやったれ。鳥山さんを呼んでもらおうか。くそ。鳥山さんですね。ミルク、あ、いや、お姉さんから聞いてきました。姉ちゃんが。あんた、うちの社員のケツ拭きに来たんだって。えらい助かるわ。鳥山さんが警備中に美術品壊して責任問題になってるらしいですね。うん、あんたが代わりに払ってくれるんだろう、弁償金。そういうのって会社で保険かけてあって個人の責任までは問われないもんなんじゃないの？一回だったらな。こいつが今まで散々ヘマやってくれたおかげでうちはお上から散々忠告受け取るんだ。それなのにこいつはどえりゃことやってまったわ。保険やなんだで片付く問題じゃあるせん。弁償できなきゃこいつには闇金で借金付けになってもらうしかねえんだわ。その美術品ってのは？こいつだ。あ？何これ。世界のホームラン王掛川浩二が世界記録を樹立した時のバットです。野球殿堂博物館に運ぶ途中に落としてまって。でどうすんだ。おめえが代わりに弁償してくれんのか。そんじょそこらの人間が金出して買えるような代物じゃねえぞ。弁償は無理だけど。おいおい、おめえは何勝手に。鳥山さん、これ大丈夫だわ。え、修復できるってことですか？違う違う、これ偽物。素人が出まかせ言っとったらいかんわ。こら、掛川さんが使ってたバットって圧縮バットなんだよ。圧縮バット？1981年から使用禁止になってるから今はプロじゃ使われてないけど、当時なら圧縮バットのはずなんだ。よう分からんけど、それは違うんですか？違う違う、圧縮バットってのは反発力を高めるために木材に樹脂加工を施してあるんだ。これしてないでしょ。あ、よく見ると松屋にもついてねえじゃん。これ間違いなく偽物だわ。ただのサインバットなんじゃないの？ってことは。そうね、弁償金いいとこ1万円ってとこじゃないの？てめえ、何者だ。ほら吹いとんじゃねえわ。疑うんだったら鑑定出してみなよ。出すまでもないけど。何の騒ぎだおめえら。あんたが社長さん？
だったら話が早い。鳥山さんが壊した高価な美術品ってやつね、あれ偽物だから、その鳥山さんの責任とか処分とかちょっと多めに見てやってくれない？何の話をしとるんだ、こちらさんは。おい、大野。はい。美術品の運搬いうのはどういうことだ？俺は聞いとらんぞ。違うんです、これは。おみゃ、また会社に来た仕事を個人で受け負って未然に稼ごうとしとったんか。ええ、これはその、おみゃが勝手に何やろうが構わんがな、俺の会社に泥塗ったらかんぞ。すみません。しかもよその方にまで迷惑かけてまって、もう一発あちらさんの分も刺したるわ。タイムタイムタイム、鳥山さんの件が大事にならないんなら俺はそれでいいんで。そうですか、そんならしっかり詫びれないか。申し訳ございませんでした。もしもし、姉ちゃん。ああ、品田さんのおかげで助かったんだわ。ああ、ありがとう。姉ちゃんが今からパートに向かうそうです。パート？ああ、仕事ってことね。助かった。これで取材できる。品田さんは姉ちゃんの上司ですよね。姉ちゃんはどこのスーパーか教えてくれせんのですが、今度改めてお店までお礼に伺います。ああ、いやいや、それは結構大丈夫だから。そうですか。でも本当にありがとうございました。今後とも姉を、いや美恵子をよろしくお願いいたします。はい。ミルクちゃん、今日は特にいいね。そうそう、いいよ。やだ、たっちゃん恥ずかしいがね。こんなおばさんの写真なんて、やっぱり昔の写真を。ダメダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真苦情来とったの？もう大変だったよ。雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。うそ。女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ俺。初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。だっちゃん、え、ありがとう。お世辞じゃないからね。うん、弟のこと。ああ、あんなのいいってことよ。それよりミルクちゃん、これは外しておこうか。あれ、やだ、ごめんなさいね。そろそろ体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。
やべ、忘れてた。俺の3万。後にしてよ。急ぎで原稿入れないと宇野さんに返すお金ももらえなくなっちゃうんだから。返す気もねえくせによく言うぜ。んなことないって。原稿料もらったら宇野さんとこ直行しようと思ってたんだからさ。どうせあの闇金にも同じこと言ってんだろ。図星だろ。逃げられないように仕事場まで同伴するぜ。マジで？おめえ、いつからあの闇金に借りてるんだ？闇金って高杉さんのとこから？あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸しだって噂だぜ。ヤバいって？名古屋組とつながってるってこと？噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな？そりゃお前こっちだもんよ。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど、名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。とにかくこの辺じゃ泣く子も黙る組織って言われてんだ。そこと繋がってるようなやつから金なんか借りたらお前本気で殺されかねないぜ。あら、宇野さん、俺のこと心配してくれてんの？そりゃそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。ちゃんと返すって。いつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライター、よく知ってんな。宇野さん、ほんと新人好きですね。でもあの子って元マッドマックスのナナコちゃんだよ。え？あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。マジかよ。あ、待て！あれ？ちょっと編集長、いつもより少なくないですか？たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょ。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事増れせんぞ。はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。高杉さん。回転寿司？ギャラもらったら俺のとこに直行するんじゃなかったのか？全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらってもレシーブも足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。小4だけどよ。こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して、障害者保証で利子返して、ほら宛名自分で書け。残金132万7534円と。
おいおい、よし、行くか。おばちゃん、当たったよ。またあんたか。俺だって来たがねえよ。来月からはホームラン賞の対象は3番打席だけにするでね。東京ギガンツの沢田、あそこでホームラン打った客はまだおらんからね。あんたもあいつにはかなわんだろう。悔しかったら、いっぺん打ってみや。ナイスバッティング。学生時代野球部だったのか。どんな人間にも一芸あるもんだね。高杉さん、これだけは勘弁してくださいよ。俺が小銭を取り上げないのはお情けだと思った。お前の行動なんて全部知ってんだよ。
よう、ギャラ入ったんだろ。牛島さん、付けの生産がてら飲みに来や。あ、それがもうはい、金がないってか。しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しゃ。ほんと？ありがとう、牛島さん。待っとるで。寄り道したらいかんよ。いらっしゃい。おお、あんたか、品だ。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ、俺。何言っとるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だって商品券でもええから回収しなかんわ。え、なんで知ってんすか。たけえ、俺は商店会長だって。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん、ほら、これ一杯5000円。それが、その何？商品券すらもうあれせんのか。頼む、牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします、牛島さん、何か一品でいいですから。よう、そんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ遅えぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど何かあったのかな。見んといて。え、東上会と大海連合って知っとる？関東と関西のでかい屋さんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高知って男が今日禁煙で死んどったとさ。え、殺されたの？事故だと。いや、
ついてね。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで両方の組織の人間がこの辺をうろついてるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだえお客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が近衛で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったかね。どうしてくれるの。それは大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょう。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない。なに？あんた最初からあのバットが偽物だって知ってたんでしょ。何言っとるんだおめえ。わかりやすい動揺しちゃって。最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとると憂さ晴らしてなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバット見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの。そこまで見当ついとるんだったらまあいい、消してる。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの。トレクセはクソだけ。お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。後悔させたるわ。なんちゃうらってバグリこのやらてやこのやらうかってバグリ。Yeah! Yeah! Yeah! Come on! Yeah!
この。このお兄さん、今回は見逃したるわ。誰だよあんた。金栄町である男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去、心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだな。元名古屋ワイバーンズ背番号47、品田達夫、お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。これはその時のお前のホームランボールだ。誰なんだあんた。返事は後日聞こう。ちょっと待てよ、これどうして待ってんだよ。サヨナラホームランの真相ってなんだよ。あれは実力で打ったんだ。真相なんて何もねえよ。高杉さん、今日もですか。勘弁してくださいよ。さあ、返事を聞かせてくれ。ちょっとあんた、一体何なんだよ。つうか、靴も脱いでくんねえしさ。昨日も言ったでしょ、15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよ。
じゃあなぜあのホームランの翌日、品田達夫はサイン筒と野球賭博の容疑をかけられ、球界は永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。全ての真相が明らかになれば、このアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。2000万って、あんた一体何者なんだ。それは言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか、金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたら、あのね、あの一件で俺はな、人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくねえんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事断ると言うんだな。当たり前だ。ほら受ける。おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それで？その仕事受ける。お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か。借金とこれとは無関係でしょ。あ、そう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は？とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。な、何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨日お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうが、いくら待っても風俗ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるがな。あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの沢田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おお、いわゆるサイン盗ってやつか。ではなぜ球界を追放になった？野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってた？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。
仮にこいつをはめた人間がいたとして、そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事、確かにお前に依頼したからな。この人が立ち会い人だ。了解。それじゃ、また連絡する。しかしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから違うって言うなら、お前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。断るならお前の指。とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。